ケイチョンチャンネルで僕らは育ったケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラ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 ララ。はいはい、いや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 、玉木さん、うん、企画会議、うん、そうだね、ということで、やっぱりなんかさ集合、うん、はい、まあそもそも今日ね、まあちょっと我々宮崎に行く予定だったじゃないですか。あ、そうですね。ね、特番ね。特番でね。だけどまあちょっとがっつり空いちゃったんで。そうですね。まあ、なんか撮らないといけない。まあ、なんかやりましょうっていうことでね。ちょっとね、どういうことだって聞かないといけないことがあるんですよ。うん。マッキーさ。リンガスのカクちゃんに尋ねてることない？尋ねてること？尋ねてるというか、まあちょっと発注してることない？コンパですか？何？ちょっと聞こえねえわ今。何？マスク取ってくださいよ。え、コンパ。おい、ちょっと今の何ですか？カクちゃんにコンパを頼んでんの？ねえ、あなた、私今何もそんなこと、キーワードは何か発注してるものないですか、頼み事はないですかって言っただけで、もうコンパって第一声が出てくる。何をやってるんですか、あなた。発注っていうか、カクちゃんがお友達を紹介しますよって、カクちゃんが言ってきたんですよ。いや、どっちは？だから、カクちゃんが言ってんの？そうですよ。それっきり何の音沙汰もないですよ。それっきり何の音沙汰もないの？あなた何コンパやろうと、ワク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 してんの？いや、ワクワク。現場でね。現場でね。ほんと。いや、そんな、合わないですよ、カクちゃんに。え？カクちゃんにあのセーラー服姿以来合ってないですもん。あの何、カウントダウン以来会ってないの？会ってないですよ。セーラー服姿以来。ほんまかいや。早くやってほしいですよね。友達、うーん、若い友達でもいいらしいんで。どう、あっ来たよ。あ、カクちゃん来たよ、カクちゃん。あれ、カクちゃんじゃん。ボタン押し上げてください。おはようございます。開きましたよ、ほら。何？おはようございます。あ、うん、あれ、あ、かくちゃん、おはようございます。あ、おはよう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 、今日はよろしくお願いします。はい、いや、もうこういうコンパっすか。マッキーさんがコンパしたいしたいって言うから。今日コンパですよ、今から。マジでコンパしてください。おい、公開コンパです。嘘、やだよ。お名前は？アイです。アイさん、はい、まあ、こんにちは。お友達、こんにちは。あ、どうぞ。さ、ほら、マッキーさん、ほら、コンパしてください。いやいや、なんか、あなたあれでしょ。いやいや、カクちゃんに紹介してくれって言ってたんでしょ。だから、これは今日カクちゃんがそんなに言うんだったらっつって11時半からコンパですよ。はい、どうぞ。はい、コンパ開始。汚ねえじゃん、そこの上司が座るんだから。自分ちのみたいにも汚ねえんな。だから昨日予定変わったの。昨日うるせえわ、あいつ誰よ。こんにちは、みんなです。よろしくお願いします。だって何も緊張してるんですよ。あ、看護師、どうぞ。販売とか、ほら、どうぞ。何でも回す。もう袋のまま置いてあるから汚いでしょ、なんか。ちゃんとそういうのができないかな。
女子はそういうの見てるんですよ。ねえ、テキパク。テキパキ動ける男性かどうかっていうの。ねえ、もういい大人なんだから、ほら。どうですか？どうですか？可愛らしいね。あ、じゃあマスクね、ちょっと取っていただいて。半目じゃないですよね。半目じゃないですね。ちょっと可愛いだろ、半目は。ほんま、トコちゃん、トコちゃんの可愛い。はい。あらーねー、可愛い。すごいじゃないですか。あらほら、おっさん、なんか頼んであげてよ。お腹空いてますか？あ、空いてます。ほら、乾き物で怖いね、買ってきて、ほら、ご自分で買ってきただけでさ。本当ですね。本当だ、気も利かなけりゃ、本当顔悪い、本当いいおじさんだわ。おじさん気が利かないんですよ、あなたは大体。頼んで、女性がほら、何がいいっつって。そうですよ、二人のコンパはこうやってね、今日は実況しますから。そうそうそう、大丈夫ですよ、どうぞ使っていただいていいんで、ここ。ありがとうございます。ねえ、ほら食べます、ほんと食べます。あ、そうですね、お昼まだ食べてないんで。ほらちょ、何頼むか言ってください。ねえ食べたいから何だって、この時間なんだから、ちょっといいとこ見せなさいよ、25もだ、下の子に対して。あなたやめなさいよ、なんかリーズナブルな、なんかちょっといいですか、こう老眼鏡かけていいですか。25違うんすか。25違うんだ、だって48と23だったら25違うでしょ。そうですね、そうです、もうやばい、すごい、倍以上じゃん、四半世紀ですか。私に限って30違いますから。すごい、だからお父さんぐらいじゃないですか。そんなことないよね。ほらお父さん何歳。お父さん52。うん、一緒じゃん。まったく一緒。一個下。一個下。母さんは？お母さんも52です。一個下。何ですかその部分。おい。おら、いいすか。ちょっと待って。や。時間がないんで。帰りましたよ。コンパ、ほい。お話、はい。早くして、はい、コンパして。何がいいんですか。食べ物は何が好きなんですか。お寿司。お寿司。お寿司、お寿司好きです。寿司。いや、もう寿司だ、寿司だ。寿司だ、寿司でしょ、この時間。お寿司食べたいです。俺が寿司しかないでしょ、だって言うからね。もう。いいな、いいな。いいな、いいな。コンパいいな。早く頼みなさい。出ないんですよ。出ないですよ、ね、目の近くにはほんまもうマイク接してる。何やこれ、お寿司って言ったら近い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 、おい、いつか近い、いつか近い。いや、これほら見せてあげないとと思って。頼みなさいよ、男らしくバン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 。1万円する。え、1万円安いっすよ。安いでしょ、だってアイちゃんと2人で。そうよ、アイちゃんと映画に行けるとかそういうのがあるんですよ、こうやって公開コンパやって。いや、だって3人とかいるでしょ。何がやろ、何がやろよ、おかしいでしょ。いや、僕ね、やっぱキャンプとかの動画でね、うん、俺マッキーさんかわいそうになったんですよ。なんで。なんか山本さん、慶長のね、あの、いろいろこう恋人お世話してるじゃないですか、今、うん。でも一番恋人欲しいのマッキーさんじゃないですか。優しい。どれでしたの。え11巻、11巻食べましたよ。11巻5個5個。他他だってさ、男らしいとこ見せなさいよ。うわー、もうケチくさいわ、ほんま量いらない、ケチくさい。
食べないですね。ねえ、かくちゃん大体コンパっていうのはね、大体男の人がね、これだけちょっと年が上だったら、なんかこうね、とりあえずもうバン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 あればね、うわーって、ね、あいちゃんそうでしょ。そうですね。なんで11巻でどんなコンパやないそれ。バカタレが。めっちゃ怒られてますよ。11巻あって他にもなんか、じゃあちょっと中華も行っとくとかって、そういうところがないのあなたには。だから1年もしないうちにそうやってね、前の女とも別れるわけよ。エッチがしたいがために付き合ってるだけでしょ、それの。そういうところ、あなたのダメなところは。めっちゃ怒られてるよ。頼みなさい。さあ、まあもう、どうしてこうなんだろう。本当いいんですか。女性の方が好きです。どのくらい。でも全然年齢というか相性が合えば全然。趣味は何ですか。趣味はお酒飲むことと、あと映画が好きです。映画好きですよ。あ、好きですか。何が好き、何見たんですか最近。はい、ちょうどあの昨日ハウスオブグッチ見に行きました。あ、グッチ。はい。ブランド大好きですか。え、なんか面白かったです。ブランドもあんまよくわからないんですけど。ドロドロした。見ました。見てないです。絶対見た方がいい。スパイダーマン面白いです。あ、まだ見てないんですよ。あれ面白い。スパイダーマン絶対面白いですよね。見に行きます。行きたいです、行きたいです。逆に年下どうですか。でも全然年は関係ないと思います。関係ないですか。いいんですか本当に。いや、私は年上の方が好きなんです。本当に、本当に言ってんの。はい、年上としか付き合ったことないです。何歳今。でも、一番上ででも10歳上とか。はい、アウトはい、アウトアウトでした。一番上で10歳上、はい、アウト。25上です、この人。はい、アウトです。取れたかないですよ。いや、アウト、飯塚。アウト、飯塚。アウト、飯塚。アウトあれ、インスタとかやってる。インスタやってます、やってます。ちょっと見せて出ましたよ。この人すぐインスタ聞きますからね。インスタのね、フォローすぐさせてね、なんか自分のね、あの見さすんですよ。はい、そうなんですか。日向先生ともすぐ交換してね。うわ、そうなんだ。インスタはね、インスタマジックなんですか、それは。なんかインスタから始まる恋みたいな。インスタメッセージ送りやすい。へえ。そういうのもできるの。はい。もう交換したんですか。え、何それ。ちょっと早くないですか、山本。ダメだよ、お前。早い。早い遅いを判断するのおかしいでしょ。いや、早い遅いを判断するのはおかしいでしょ。早いの。どんなの。ダメ。大学は何大学なんですか。あの実践女子なのですぐそこです。実践女子、はい、何実践されてたんですか。わわわわ。怖い怖い。サプラってきた。どうしたのかしら。なんかおかんが実践されてた。寒くなってきました。今の放送していいですか。今のは放送です。放送していいですか。はい、あえて放送です。あえてします。はい、あえてします。何実践されてた。この人の評価を下げるしかない。こんなすっとぼけた。いやいや、言うのダメですって。誰に似てるんだよ。あんまり言われたことないです。誰か似てるって。吉岡里帆さん似てますよね。あ、マジで。ゴンギツネ。うん、ゴンギツネ。ドンギツネ。あ、ドンギツネ。ドンギツネ。ゴンギツネ。昔話。そうね。マニキュア。
ネイル。ダメ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 。あ、じゃあ見せないと。消毒してるから。ちなみに、それは愛ちゃん的にパッと見、パッと見どう思いました？パッと見ですよ。え、パッと見は。髪が入ってる。後で、ほら。ふざけんな。一個いいですか、はい、触って消毒っていうのを繰り返すと、はい、愛ちゃんが汚いものがだんだん見えてきました僕。なるほど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 逆だね。そうそうそう、触る前にやらないといけない。え、ね、そうです。うん、パッと見よ、もうほんとパッと見ぶっちゃけ言ってください。パッと見、うん、優しそうな感じ。あ、優しそう、優しそうだな。まあもしパッと見よ、まだね、愛ちゃんの初めてで得点、もし採点するんだとしたらパッと見だけで何点ぐらい？100点も。100点もある。もうほんと正直に言ってください。え、パッと見ですか？パッと見の印象ですか？はい、微妙。フラザの会議みたいな、サルみたいな。50点。でも50点ってどっちもいけるってことだよね。バカマイナスだろ。いや、可能性が50点の人とすぐ付き合うと思うじゃん。30点、20点より、ハゲ坊主か。50点の人と付き合うって言うか、ハゲ。ハゲ低いじゃん、めっちゃ。なんて言えばいいんですか、なんか普通、うん、別にあの普通なんて言えばいいんですか、普通でしょ。普通の街に歩いているおじさんでしょ。そうお、アホの魚だ。アホの魚が出ました。全然寿司来ねえじゃないですか。本当に頼みました。ちゃんと設定した。じゃあ本当に頼みました。頼んだ頼んだ。フリーとかやめてください。やめてよ。本当頼んでなかったとかって言ってね。結局なんかほら、だってお菓子も一つも開けないんだよ。あれ、住所大丈夫だよね。あ、寿司が12時半になってる。へえ。何、来るのが、はい、もう終わりですよ。もうそう、終わりだよ。もうあとの僕は入れるから。ダメだよ。ダメですよ。あなた12時半までだから。来た瞬間にもうしょうがない。おかしいでしょ。え、おかしいです。いや、俺昨日時間変わった時に何かあるかなと思ったんですけど、一瞬。なんかほら、もうちょっと盛り上がってください。行きたいところあります。あ、それいいな。なんかでも最近やっぱ旅行に行けてないので、ね、旅行行きたいよね。温泉とか行きたいですね。行きたいです。泊まりで。本当記録されてるよ。まずは宿泊から。日帰り？日帰り？温泉日帰りで行ってもしょうがないでしょ。なんでよ。なんで？ゆっくりできない。だいたい温泉自体だって別々、男と女は別々で入るんだから何。部屋別々でいいですか？あれまでは一人で行きなさいしたら。温泉旅行行ったじゃないですか、二人で。あ、温泉旅行いいです。温泉旅行、はい。で、飯塚さん自分で回してきてください。うん、え、それ公開するの？もちろん。で、あっち、サブちゃんのゲームの方で汗流すから。サブちゃんって流すんですか？あ、ちゃん、なるほど。ゲームの、まあ、ゲームって決まってないから。そうっすね。何流してもいいから、まだ。アイちゃんの、ちょっとアイちゃんのことこれですよ。今の使っていいですか？今の使っていいですか？大丈夫ですか？今のもどんどん飯塚ディレクターのスキルのあれが下がっていってますよ、今。そう、限界が見えてきました。スキルゲージがこう、うん、厳しい、ここ厳しいねえ、これだって、はい、あ、トランプある？トランプありますよ。あ、じゃあちょっと手品を。あ、ほら、出た。こっち、こっちやろ。こ
これね、おじさんあるあるですよ。若者やんないでしょ、だって20代とか。おじさんあるある。トランプの手品を見せたがる。できる人は。本当だ、ね、おじさんあるあるだ。あ、おじさんあるある。じゃあ、愛さんが選んだカードを当てる。あもうおじさんあるある、これも。ありがとう。じゃね。はい、それで、で、みんなに見せてください。ハートの銃です。あ、俺はハートの銃だ。あ、それを入れて、それを置いて、はい、置いた。これ一番下だから分かんない。で、多少混ぜて、切ったことだけど混ぜて、で、これ一回並べます。だってハートの銃とか見えるんですよ。それだって言うのね。これちょっとね、この辺、あの、僕に分かんないようにあったら言ってくださいね。ある場所があれば、これを脈拍で当てるっていう。脈拍？うん。じゃあ、愛さん、ちょっと手をこうやってもらっていい？で、僕、脈を、これで脈が速くなるとこがそのカードなんです。ある？こっち全然弱い。こっち。誰だ。いいとこで電話乗った。さっきまでね、リスが。この辺強い、この辺。お。速くなってる、鼓動がドキドキしてる。おうおう。正解。正解、正解。すごい、なんで分かるんですか。なんで分かるんですか。言ってたけど、嘘かもしれないじゃないですか。うん、あ、でもね、これはそう、鼓動がもう脈拍が速くなる。んですか。本当に手触れただけじゃなくて。いや、そういう、じゃじゃなんていう。本当に。本当本当。じゃあもう一回やっていいじゃん。山本さん飲んでもできる。山本さんできるんでやってください。やだよ。そう、手触りたいだけじゃないの。すごいな。こんなおじさん。ああ、ほら。こうやってやる、こうやって、ちゃんと今もうちょっととんがらがしてる。とんがらがしてる。で、これも混ぜるだけですから、あとは。もう別に、特に。でも、これでどの位置になるかわかんない状態で。これがね、うまく全部見えるようにしたいですね。下手くそだから僕これが綺麗にできる。本当はこうスーってね、そうそうそう、やれるとかっこいいんですよね。脈早いっすね。久々に人に触られた。あ、こっち弱い。え、もう分かる。そっちにか。こっち強くなってどこに行くんだ。これだね。7じゃなくてこっち、これ。これじゃないですか。違います。あ、違う？うん。当てますよ。当てた。なんだよそれ。すごい、なんで当たるの？どう？愛さん、こういう。どうですか、愛ちゃん。え、すごい。すごいですか。すごい、びっくりしました。これ一本でやってるんですよ。これ一本でコンパ、多分。なるほど。全然来ないよ。もうさ、もう12時なんだもん。ちょっとこれ本当頼み損になってるな。だってもう終わりますよ。頼み損。頼み損どころかもう。頼み損。終わりますよ、もう時間が。これでも本当に頼んでるから。じゃあもうちょっとそろそろもう12時半なんで。LINE、うん、交換してもらってもいいですか。あー、どうします？ちょっとそれは。LINE 交換。それはまずいな。でもどう？うん、それどうなの？まあ、かくちゃんな。うん、かくちゃんな。まあ、あの、本人がいいと思うのであれば、うん、今日はそのためなんで。そうか、うん、どうなんですか、愛さん。ちょっとあの、もう一回
あのご飯行って。あ、なるほどなるほど。ライン交換こだわる状態のおじさん。そんなことあるんですね。そんなことインスタ交換インスタ交換したい。インスタのメッセージでご飯誘えばいい。いただいて。じゃあ終わります。お知らせに。これ本当はあ、そうだ、ちょっとあれだけ言っててくださいよ、ケイちゃん。後ろにほらこのキス東京のポスターできたんで。あ、これね。そう、3月9日はい、来てください。これこれがこれが、はい、これがそうですね、2つありますんで2つありますんで、皆さんよろしくお願いします。あいちゃん一緒に行こうか、東京。あ、行きます。一緒に行こうかって何だ。仕事ありますよ。観客で来ようとしてるし。あんたいい加減してくださいよ。そう、聞きました。いい加減してください。一番大問題発言。あなた座ってるでしょ。そうそう、客席で見ようとしたでしょ今。たっぷり座ってんのよ、あなた。クビにしますよ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。